ともこみです。さて、本日はこちらの関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、いや、実はですね、自分タブレットをちょっと買い直しまして、今までですね、Android 7かな？もう結構ね、だから古い4、5年前くらいのタブレットを使ってたんですよ。なんかね、意外と Android の方がこう、書き込めるんですよね、画面にね。こう書き込めるので、それが結構便利でこうね、使っているんですけど、まあ、一方で、その、うまいことですね、スペックとサイズが思うようなものがなくって、ま、って言ったら、前使ってたタブレットに申し訳ないんですけども、今回買い直しました。結構ね、ヨーロッパに住んでると、ヨーロッパでしか買えないタブレットとかもあったりして、で、まあ、それがこのギャラクシーの ギャラクシータブ S6 ライトかな、なんですけども、結構使いやすいですね。タイムラグがないんですよ。ボタンをね、ポッと押すとね、iPad と同じぐらいの反応速度をしてくれるんで、まあ一応これでゲームも楽しめますっていう感じになりましたね。もうすごく嬉しいです。で、まあ僕のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦系の動画中心に扱っていきます。今日はですね、ペットに関して見ていきたいんですが、特にロイヤルチャンピオンですね、に対するペットって何があるのっていうところ、何があるのかも何が合うのかなというところをですね、考えていきたいというふうに思います。で、まあ、ロイヤルチャンピオンかけるペットって結構やっぱ4種類あるので、どれがいいのかなって迷うと思うんですけども、自分今ユニコーンつけてますが、今日ですね、紹介する動画の中で言いたいのは、結論言ってしまうとですね、ラッシーかユニコーンどっちがいいんじゃないかなって、どっちかがいいんじゃないかなって感じですね。このラッシーくん、このワンちゃんね、ラッシーくんか、まあ、ないしはこのユニコーンくんかね、まあくんなのかちゃんなのかしらわかんないですけど、どっちかがいいと思います。なんで、そこがなんでかってところをお話ししていきながら、まあ、それ以外どうなのっていうところを考察、ちょっとですね、入れていきたいと思います。ラボさんですね。なんと、三毛猫さんの、いるもう一つのクランで当たって、三毛猫バーサス三毛猫になったんですけどね。負けました。くそーっていう感じですね。で、ですね、まずは、これから見ていただこうかなと思います。ラッシーですね。で、ラッシー、まず、ロイヤルチャンピオンにつけて何がいいのっていうと、単純にですね、攻撃力を上げてくれるっていうことです。ラッシーって壁を乗り越えるっていう点で、ロイヤルチャンピオンと、まあ、非常に相性がいいんですね。要は、ロイヤルチャンピオンとつかず離れずの関係を保ってくれるんで。で、プラス攻撃力、体力もそこそこあるっていう感じなんで、まあ、スピーディーに、ロイヤルチャンピオンの、外周破壊みたいなところですよね。それを助けてくれるのが、まあ、美味しい一個のポイントかなというふうに思います。で、ぜひ、すいません。今回のアタック、こうね、ドバッと面で、ネクロとスパビドを出して押していきながら、外周こういうところですよね。こういうところからぐーっとこうね、ロイちゃんを回していくっていう、まあ、そんな感じのプランになっているんですけども、そのロイちゃんの動きをまず一番注目してみてもらいたいというふうに思います。まあ、ここまでも結構うまいんですけどね。ゴレを出してからの、スパビズで第一層目をカットして、で、その後ろからネクロマンサーを入れていく。で、ここからできたラッシープラスロイちゃんが、まあ、こんな感じで、相手のアーチャークイーン、本来ロイちゃんと1対1当たっちゃった場合、結構ロイちゃんやられちゃうんですけども、ラッシーがいることによってタゲを取ってくれながらダメージを加速させて、やられる前にアーチャークイーンを突破できるんですね。つまり、ロイヤルチャンピオンの天敵ってこれまで相手のヒーローだったんですけども、ヒーロー対ヒーローでぶつかっちゃうと、まあ大体相手がグランドウォーデンでない限りやられちゃうっていうね、このロイヤルチャンピオンの、まあある種弱点、天敵が、ラッシーが入ってくることによって、一対して体力満タン同士だったら、なんとか競り勝つことができちゃうっていうね、ところになります。これが大きいですね。なので今のケースで言うと、この、部分ですね、ロイちゃんががっつり、投石機プラス相手のアーチャークイーン、これ、潰しを入れてくれたことによって、全体が、前回までの道を作ることができたと、まあ、いうことになります。こういうとこですよね。非常に、ラッシープラスロイちゃんの相性がいいというところは。で、まあ、これから話をするユニコーンなんですけども、まあ、見てもらうと、まあ、それは強いよねっていう感じなんですよ、ユニコーンはね。なので、まあ、このユニットは誰にでもつけることができるわけですよね。まあ、ババキンにつけたりはあんまないかな。クイーンにつけるか、おでんにつけるか、ロイちゃんにつけるかだと思うんですけども、まあ、個人的にはその、クイーンかロイちゃんだと思っていて、で、クイーンに、ユニコーンをつける場合は、ラッシーを、ロイちゃんにつけてあげるっていうパターンがいいのかなって思いますね。で、じゃあ、どういう場合に、なんだ、その、ユニコーンを、ロイちゃんにつけるのっていうことですよね。でそこに関して言うと、まあ、二つ大きくあるかなって思います。で、一つは、こういうパターンですね。今回、ジョーカーさん、ここ、天才を入れていきながら、
ですね、ロイちゃんここに突っ込ませていくんですね。そうすることによってこの部分っていうのをごっそり破壊しようっていう感じでやっているんですけども、まあ、個人的にはですね、個人的にはこのパターンでいくのであれば、まあ、別に、ユニコーンここにマストではないかなって気がします。ラッシーでもいいかもしれないですね。うん。多分。なんですけども、まあ、こんな風に区画の破壊を確実にしたいロイヤルチャンピオンの体力がちょっと足んなくなりそうだから、サポートを入れたいっていう場合には、まあ、こうユニコーンを入れる手もありです。でもって、一個、いい点っていうのがですね、ユニコーンって、これロイちゃんがやられたらどうなるかっていうと、別のユニコーンにこうスイッチするんですね、これ。ほら、こんな感じで。今、ウィザードを回復してますけども、周辺のユニットを回復する、まあ、つまり単なるヒーラーになるわけですよ。対地ヒーラーっていうんですか、陸ヒーラーになるわけですね。うん。なので、こういうふうにですね、ロイちゃんが倒れてから、その、ユニコーンのスイッチっていうのを考えるのであれば、別にですね、ロイちゃんに、こうユニコーンをつけて、高キャラクターに突っ込ませるっていう方法もありかなっていう気はします。ただまあ、それよりももっとですね、やっぱユニコーンプラスロイちゃんの活躍の場を広げる使い方っていうのは別にあるかなと思っていて、まあ、それがこの次のアタックですね、をちょっと見てもらえたらなと思うんですが、まあ、ちょっとまあそのユニコーンの話は一旦置いとくんですけども、このアタックうまいですね。やっぱりね、今話が若干変わってしまって申し訳ないんですけども、スーサイド環境なんじゃないかなって思っていて、っていうのは、ヒーローにペットがつくことによって各ヒーローの仕事量が増えるじゃないですか。そうすると、まあ、ヒーロー単独で、ね、こう序盤に削りを入れる、まあ、いわゆるスーサイドって言われている攻め方が非常に効果発揮するんですよね。やっぱペットをつけてごちゃ混ぜのところにヒーローを突っ込ませちゃうと、なんかよく分からずうやむやになってしまって、なんか知らんけどヒーローがやられちゃったとか、まあ、そういうケースがあると思うんですが、ヒーロー単体でこういう風に削りを入れていく。ロイちゃん、クイーン、キングで今、こっちの下方面かなり削りましたね、こっちの方ね。キングなんかなんならここまでキングがこう、ね、今、歩いてきちゃっていますけども、削りで言ったらこの辺全部ヒーローで削ってたわけじゃないですか、ここ。こういう風な削りをする上において、もうかなりですね、ペットプラスヒーローによる、その破壊力っていうのは上がったなっていう気がしますね。うん、なのでまだスーサイドっていう戦術をあまり使わない方、使ったことがない方もちょっと、まあ、このペットが出てきた機会に試してみるのはありかなっていうふうにちょっと思っているところです。まあそれはまた別の機会に詳しくお話しするとして、ですね、見てもらいたいのはこれですね。これラボさん側の攻めなんですけども、このロイちゃんの動きを見てほしいです。まあ、施設のレベルが、現在タウンホール13レベルなんですよ、防衛がね。なので、まあ、そういう意味では14の、まあ、その、ほぼほぼフル感状態にある、このロイちゃん、あ、ごめんなさい。このロイちゃんとユニコーンの組み合わせっていうのが、大活躍するのは、まあ、当然っちゃ当然なんですけども、おそらくその、基本的な考え方というか、の部分に関しては、まあ、これから、タウンホール14の防衛カンストが出てきても、そんな変わんないと思うんですね、ここに関して言うと。まあ、その点っていうのをちょっと、詳しく見ていきたいと思うので、注目してもらうべきは、ロイヤルチャンピオンの仕事をですね。これがね、だいぶいい仕事をしてくれます。で、まず、これも、ヒーローパートで攻めていきますね。序盤、ヤクプラスキングの組み合わせで外周部分をこう削りを入れていきますね。相手の、ヒーローと当たるところで、しっかりフリーズをかけてインフェルノも、止めていってますので、ヤクとキングの体力が残っている。これ大きいですよね。後半までだいぶこの2人が伸びてくれる、まあ、その原動力になるわけなんですけども、まだロイちゃん出てこないですよね。で、ロイちゃんが出てきたらロイちゃんにちょっと集中して見ていきたいというふうに思うんですが、まあ、こんな風に、だいぶ中心部分まで削りが入って、残りちょっともう少し削りたいなっていう、その、いわゆる最後の削りですよね。最後の削り部分を、誰にやらせるかっていうところで、活躍するのがこのロイちゃんユニコーンなんですね。で、今どう見てもこの下方面が苦戦してるじゃないですか。タウンホールはね、バルーンが壊すけども、爆破ダメージでバルーン起こっちゃうし、でどうすんのっていう時にこう出てくるのがロイちゃん、ユニコーン。見ての通り、だいぶ防衛が残ってるんですよ、こういう風に、この辺。がっつり残ってますよね。がっつり残っていて、本来だったら、ロイちゃんが、ここで突破しきれないレベルの、まあ、火力だと思うんですね、短期では。
短期では突破しきれないんだけど、これユニコーンがいることによって突破できちゃうんですね。で、いわゆるヒーラーがついてる状態、かつ対空砲のダメージを受けないヒーラーがついてる状態なんで、まあ、こんな風にガンガン回復させながら、ヒーロー、まあ、ロイちゃんが進んでいくことができます。で、シールドを発動することもできて、さらに回復しちゃうので、ロイちゃんが短期で防衛を壊すっていう点においては、これ相当ですね、なんだ、アドバンテージが取れる使い方になるんじゃないかなという気がしますね。なので、ここっていうのを、ぜひ使ってみてもらうのが、個人的にはおすすめな、方法じゃないかなという気がしますね。これですね。このロイちゃんのこの仕事。うん。ここはぜひ、試してみてもらいたいポイントかなというふうに思います。さて、ではですね、もう一本は、TH コンプリーターさん側から見ていきたいというふうに思います。ちょっとそちらに飛んでいきましょう。はい。で、これですね。K さんが攻めている、このスパネックのアタックで、今回、ロイちゃんに役をつけているパターンがありますね。これ。まあ、これが、ですね、かなり限定的な場面で使えるかなっていう気がしているところですね。まずこれ、グランドゴーデンプラスオールに、ヒーラー付きでおでひの状態で、ここ削っていきますね。がっつり削っていった上で、確かこんな風に、あ、こっちからかな。ドバッと、こうかな、ドバッとこうスーパーネクロマンサーを入れていくんですけども、入れていってロイちゃんを産んで、ここを削っていくんですね。ここを、これがロイちゃんプラス役の、まあ、仕事場なんですけども、これね、壁にすごいこう隙間が空いてるの分かりますか、こういうところ、こういうところなので、これが空いている部分っていうのをロイちゃんで削るっていう時には、実はロイちゃんプラス役でもいいんですね。かなり限定的です。でもさらにこれバーバリアンキングがここに出てきてますんで、まあ、こういう場面においては別にキングに役をつけても、まあ、いいんじゃないかなっていう気がするかな。うん。個人的にはそんな気もしますね。で、まあ、役をつけることによってロイちゃんの被ダメージを減らすっていうことがまあできる。まあ、それが目的になってくるんですけども、まあ、中央部分はあれですよね。スーパーネクロマンサーにガンガンこれ頑張ってもらって、さあさあどん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 行きましょうというところで、役プラスロイちゃんがホグライダーと一緒にこう出てくるわけですね。で、ラッシーをつけた場合っていうのも、まあ、いわゆるラッシーがホグと同じで、ロイちゃんの盾になってくれるわけなんですが、まあ、こんな感じで、こう、役がですね、ロイちゃんの盾になってくれるっていう、まあ、この効果ですよね。これが一応期待できて、かつ、役がその壁を壊すようなムーブをしてくれると、当然ながらロイちゃんが先に行っちゃって、役だけ足止め食らっちゃうパターンになるんですけども、まあ、今回のケースみたいに、ヤクが壁、今これ壁殴ってますね。こういう壁をほら殴り始めちゃうと、分断されるわけですよ。これ良くないんですけども、そうでない場合に限っては、ロイちゃんとヤクがこうね、歩き回っていてくれる。で、今回に限ってはもうね、壁殴っちゃったんで完全にロイちゃんとヤクが、バラバラになってますね。こうするとロイちゃんとどんどんダメージ受けちゃうじゃないですか。これが序盤に起こっちゃうと、あららっていうことになっちゃうわけなんですけども、まあ終盤だったんで助かったという感じですね。はい。で、まあ、最終的にはロイちゃんも生き残ってくれたわけなんですが、ヤクの体力が半分ぐらいかな、うん、残ってる感じ。壁がやっぱりこう隙間が空いてる場合には、ヤクがちゃんとロイちゃんに追従してくれるんでいいんですけど、隙間がない場合は、さっきの後半みたいに壁殴っちゃうので、基本的には使いにくいと思います。なので、ラッシーとユニコーンっていう壁を乗り越えられるユニット。これをロイちゃんにつけるのが、ベターかなというふうに、まあ、序盤説明したわけですね。で、もう一個、オールをつける。これはもう完全に論外です。まあ、これから、何か特殊なケースが出てくるかもしれないですけども、基本的には論外ですね。なんでかっていうと、ロイちゃん対地ですよね。で、オールは空ユニットなんで、ホーミング食らっちゃうんですね。で、ロイちゃんが歩くルートって割と独立した、その独立遊軍的に、本手と違うところを歩くケースっていうのが、まあ、多々あると思います。で、むしろそっちの付け方が、まあ、ロイちゃんのメインになりつつあると、で、その付け方をする中で、オールをつけちゃうと、全部ホーミングすっちゃうんですね、オールが。なんで、仕事せずに怒っちゃうんで、私は、オールプラスロイちゃんは、現在は、おそらく論外と考えていいだろうなと思ってます。で、役はよっぽど特殊なケース、今のケースのパターンみたいなケース、では使えるけども、相当、場面としては少ない。
まあ、やはりラッシーかユニコーンをつけるというのが一番いいし、なんなら、ロイちゃんにヒーローをつけるっていうのは、ロイちゃんにペットをつけるっていうのは、結構優先順位としては高いと思います。なので、まずロイちゃんに、これはラッシーつけるのかな、それとも、ユニコーンをつけるのかなというところを判断してから別のユニット、まあ、ヒーローに対するペットを考えるっていう順番でも、まあ、自分としてはいいのかなと思うぐらい結構、大事なヒーローだと思いますので、まあ、ペットの優先順位的にですね、一番最初に動画を上げましたというところですね。で、またこれから、キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンそれぞれの、適切なペットに関しても、自分なりの考察やっていきたいというふうに思いますので、ぜひですね、これ役立ったなというふうに思ったら、グッドボタン、またチャンネル登録まだの方はそちらの方もよろしくお願いいたします。またですね、私のチャンネル、これからタウンホールおそらく12、13、14の3つになると思いますけども、いろんなタウンホール隊の攻めを、まあ、こんな形でですね、紹介していきたいというふうに思いますので、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日終わりにしたいというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。